皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃助です。ツイッターでね、話題になってた話なんで、皆さん知ってるかな。何が話題になってたかっていうと、俳優の玉木宏さん、いやイケメンで高身長で小顔で僕にないものを全て持ってるみたいだね。年齢は僕に近いですよね。僕より2歳ぐらい年上なのかな。なんで年齢はね、近いんですけど、まあ同じ生き物とは思え、同じ人間とは思えないぐらい、もうかっこよさのレベルが、桃助がもうこれぐらいだったらもう高さ的に富士山ぐらいのね、まあ、そんな感じの方ですが、玉木宏さんがアマチュア無線の資格を取ってみたいという発言をしたことが SNS で話題になってました。で、どういった経緯でそういった話が出てきたのかというと、オンライン通信講座のスタディングっていうサービスの CM のメイク映像なのかな、あれで、そこで、玉木さんがインタビューを受けてて、その中で2022年に挑戦したいことはって聞かれた時に、まあ、アマチュア無線の資格っていう話が出てきたんですよね。で、その部分で、ね、ちょっと、読み上げてみると、玉木さんこんな感じで言ってます。国家資格が取れればそれは素晴らしいと思うんですけど、なかなか、まあこれはなかなか難しいってことですよね。割と身近に取れる資格を手にしたいなと思ってまして、アマチュア無線の資格にチャレンジしたいと思います。玉木さん、アマチュア無線の資格は国家資格です。はい、っていう、ちょっとそこが僕なんか、すいません、そんなところに重箱の隅つつく、上から目線のなんか、めんどくさいやつみたいな感じになっちゃって、ちょっと嫌なんだけど、アマチュア無線、確かに趣味で使える、趣味で使うものなんでね、身近な資格、趣味で遊びで使える資格なんだけど、実は国家資格なんですよね。国家試験を受けて、もらう資格だし、まあ、4級とか3級だと総合通信局の名前で免許証が来るんだけど、2級とか1級だと総務大臣っていうね、印の押してある、ライセンス免許証をもらえるんでね、まあ、紛れもなく国家資格なんじゃないかなと思いますんで、まあ国家資格であり、身近な趣味で使える資格として、ぜひね、玉木さんにアマチュア無線の資格ね、取っていただきたいですね。玉木さん、その後のインタビューで、資格を取ろうと思う方の思いというのは、そこから一歩を踏み出した先のものを見たいからじゃないかなとおっしゃってて、まあ、玉木さんもそういうつもりでアマチュア無線のね、資格の話を出したのであれば、アマチュア無線もやるとですね、いろいろ今まで見えなかったものが見えたりするんでね、そういった意味では僕からもおすすめをしておきます。ぜひ、まあ、この動画を玉木さんが見るということはないと思うんですが、ぜひね、この世界に、ね、入ってきていただければなっていうふうに思っています。やっぱりね、こうやってね、普通の人、普通の人、玉木さんも普通の人とか芸能人なんで、まあ、一般の方ではないんだけど、そういう人がアマチュア無線に興味持ってもらうって僕すごく嬉しいんですよね。というのも、何回か言ってるかもしれませんが、僕がももチャンネルをやってる動画でこの趣味を、表現してる理由の一つが、無線ってオタクのキモい趣味みたいなね、そういうイメージがあるから、それを払拭したい。普通の人が明るく楽しめる、アウトドアも含めて楽しめる楽しい趣味なんだよってことを表現したくてやってるので、やっぱりこう一般の方、まあ玉木さんは、松崎の話になっちゃうけど、芸能人はちょっと違うんだけど、まあいろんな方がね、興味持っていただけるとやっぱね、嬉しいですよね。まあ僕の全然手軽でも何でもないんだけど、まあこういうのを目にすると本当にね、僕もね、嬉しく思うなってとこです。玉木さん、写真が趣味みたいで、インスタグラムでご自身のね、撮られた写真とか動画とか、投稿されてるんで、ぜひ、第二の趣味にね、アマチュア無線していただいて、ツイッターなんかでね、
アマチュア無線の趣味について発信とかしてくれたらめっちゃ嬉しいですね。はい、というようなお話でした。まあ、ちょっとでもね、なんか、玉木さんのインタビューとか見て、アマチュア無線、あ、そんな資格あるんだ、あ、そういう遊びあるんだっていうね、気づいてくれてくださった方がいらっしゃればね、さらに嬉しいなと思うところです。ということで今日は、すみません、くだらない話で、玉木宏さんがアマチュア無線の資格を取りたいという話をしたのがツイッターで話題になってたんで、取り上げてみました。この動画面白かった、楽しかったという方は高評価ボタンを押していただけると、桃介の動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録も よろしくお願いします。ツイッターもやってます。説明欄のリンクから、桃介のツイッターチェックしてフォローしてください。以上、桃介でした。バイバイ。